ハ俺ら最強やで。敵なしやな。まあ初の上位クエも軽くひねりますか。なんやこの圧は。どんな化け物がおるんや。なんや、自分ら初めての上位がヤンクックだと。なんだヤンクック系、ビビらせやがって。待て、嘘だろ。これだから困るんだよな、見た目で弱いと決めつけてくるハンターは。く、クエリタやさせるとでも。な、くわもう遅れは取らぬ。出てこいヤンクック。はぁ、あ、お久しぶり。ちった強くはなったか。なんだこいつらから圧を全く感じない。俺たちには G級も控えてるんでな、そんなしょうもないジョークに付き合ってる暇はねえんだよ。始めようぜヤンクック、一瞬で終わらせてやる。はぁ、あ、図に乗るなよ。なぜ俺が先生って呼ばれてるのかを教えてやるぜ。強くなりすぎたな。さあということで始まりました裏一分もはこまし。今回はね、はい、前回出したあの上位の圧ですね。せやね、まあ、タイトルでいくと上位クエストにあの筋肉で抵抗するやつ。上がった時ちょっときついよねって。いやマジできつかった。回装備で行った時のうーん、やっぱちょっと弱いキャラ来るやん。そう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 、あんま強くない。勝てるかな思ったら油断すんねん。えカターとかダメデカーとかなっちゃうから。そうそうそう、それをちょっとね、やっぱセカンド G の G級 とかもきつかった。きつい G級、 上がりたてでヒップノックみたいに来て、いやヤンクック、ヤンクックぐらいでショーで行って、めちゃくちゃ強いみたいな。ヒップノック2頭やったから、うん、エゴかったもん。全員炎立ち作って、あの羽殴りに行ってた。懐かしい。めちゃ懐かしいな、それ。そう、だから結構階級上がるときはきついっていう話。そうですわ。あと、これ今回、聞いてる人多かったよね、あの、ブリーチ。あ、そう、ブリーチ、ブリーチコラボ。コラボじゃないな。コラボって言ったらあかんない。してない、してない、してない。ブリーチを若干オマージュした。オマージュしたみたいな。セリフとか結構使ってて。そう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 。結構みんな聞いていてくれて嬉しかった、うん。で、それをしたせいで、うん、あの、えぐいぐらい絵が多くなって。普段より絵多いよ、これ。これ、一本モンハンクマシの中で一番絵多いんちゃう？一番絵多かった。大変やった、これ作るの。編集も、ここで差し込むんで。また絵差し込むみたいな。お、ここでまたみたいな。そうそうそう。お、ここでズームかみたいな。俺も作るとき焦ったもん。いけるかなみたいな。で、これ結構ね、皆さん見てくれて評価も結構良くて。ありがとうございます。ありがとうございます。まだこれからも、裏一分モンハンコマーシ、次週に、投稿しますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。